第二次世界大戦太平洋戦争ソロモン諸島の戦いベラワン野戦。ベラワン野戦は太平洋戦争中の1943年8月6日ソロモン諸島ベラワンで正規した海戦。日本軍のコロンバンガラ島への輸送部隊がアメリカ軍の水雷戦隊に擁撃され日本側駆逐艦3隻が沈没した。アメリカ軍側の故障はベラワン海戦。ベラワン野戦は 太平洋戦争中盤の1943年8月6日、ニュージョージア島の戦いにおいて、ソロモン諸島のコロンバンガラ島とベララベラ島近海のベラ湾で正規した夜間水上戦闘。コロンバンガラ島の日本軍守備隊を増強するため、第4駆逐隊司令、杉浦義美重隊佐指揮下の駆逐艦4隻は、コロンバンガラ島に向かった。アメリカ海軍は、 フレデリック・ムース・ブラガー中佐指揮下の駆逐艦6隻で待ち伏せており、レーダーを活用して夜間奇襲攻撃を観行する。日本側駆逐艦3隻は一方的に撃沈され、しぐれのみ生還した。夜間水雷戦闘において完敗したことは日本海軍に大きな衝撃を与えた。なお、本記事では、 海戦前の7月23日夜及び8月1日夜に行われたコロンバンガラ島への輸送作戦及び日本海軍の駆逐艦アマギリとジョンカイ・ケネディ中尉が定長を務めた魚雷艇 PT-109 との衝突についても簡単に述べる。コロンバンガラ島沖海戦海戦の後も参照6月30日にアメリカ軍はレンドバ島に上陸し7月5日には 入場時ア島へ上陸した。その過程の中で、7月5日夜に、クラワンヤ戦、7月12日夜には、コロンバンガラ島沖海戦と2つの海戦が正規した。この2つの海戦において、日本海軍は、秋月型駆逐艦新月と軽巡洋艦人数を失い、アメリカ海軍は、軽巡洋艦エレナを失ったほか、他の軽巡洋艦が多大なる損害を受けた。 二度の海戦で日本艦隊と戦いを交えた第36.1任務軍は戦力が著しく衰退しソロモン方面で活動を続けていたもう一つの有力な水上部隊である第36.9任務軍は日本艦隊と快敵することなくエスピリトさんと近海で行動していた日本海軍はこの後期に乗じて従順に洋艦三隻と水雷戦隊を繰り出して アメリカ艦隊と対決しようとしたが空振りに終わり、夜間爆撃を受けて、従順マの大破、駆逐艦二隻沈没という損害を受けてしまった。昼夜は勝たぬ、航空攻撃を避けるため、日本海軍はこれ以降コロンバンガラ島への輸送作戦に使用するルートを、ベラワン、ブラケット水道経由に切り替えることを余儀なくされた。7月21日には、水上規模管理新と、 カゲロウ型駆逐艦3隻が南海第4守備隊と軍需物資を満載してラバウルを出撃したが部員到着直前の7月22日正午頃に大規模空襲を受けて日清は撃沈された。ラバウル帰島後第10戦隊小族の第4駆逐隊は外南洋部隊霊下の外南洋部隊増援部隊に編入され駆逐艦2隻はソロモン諸島に残った。この頃 日本軍上級部隊は、遅くても9月中旬頃には、中部ソロモンから撤退するという方針を固めていた。一方のアメリカ軍は、レンドバ島を占領すると、同等に魚雷艇基地を設営して4個魚雷艇隊、計52隻と整備兵などを進出させた。魚雷艇隊は1体あたり15隻で編成され、コロンバンガラ島の周囲で、東京急行に対する紹介任務に当たっていた。 ルート変更後の日本海軍のコロンバンガラ島、輸送作戦は7月23日から再開され、駆逐艦3隻が、第38師団の陸兵782名と、物件56トンなどを搭載して、ラバウルを出撃する。魚雷艇の襲撃と、夜間直接機の照明弾投下に遭いながらも、輸送任務を完了して、ラバウルに帰島した。この時のルートは、 ベララベラ島とその南方のラノンガ島間のウィルソン海峡及びギゾ海峡を通過してブラケット水道に面したコロンバンガラ島南西部のアリエルに至るものであった。続いて山体サベル島レ方の陸軍部隊を部員へ輸送する作戦が駆逐艦3隻により7月25日から7月27日にかけて行われた。ラバウルからは 人員60名と物件77トンを輸送。キロは陸軍部隊840名を部員に輸送するという内容である。基地航空部隊の援護もあり、被害なく作戦を終えた。ジョンカイケネディ PT-109 も参照第8方面軍は、レカタカラ部員に移した陸軍部隊をコロンバンガラ島に進出させることに決する。また、外南洋部隊は、 企下の外南洋部隊増援部隊に対し陸軍部隊と海軍陸戦隊の輸送を命じた。一連の輸送作戦は以下の官邸によって行われた。第3水雷戦隊所属の第11駆逐隊は損耗が激しく作戦可能駆逐艦は雨切一隻という状況であった。陸戦隊員六十三名と物件十四トンを乗せた輸送隊三隻は 7月31日朝にラバウルを出撃した。部員に到着後、陸戦隊と物件を降ろし、代わりに陸海軍人員902名と物件73トンを搭載する。8月1日未明に部員を出撃し、同日ラバウルを出撃して追いかけてきた警戒隊の吹雪型駆逐艦区切りと、ぶっか近海で合流して、コロンバンガラ島へ向かう。山城の階層によれば、 輸送部隊は、萩風、機関、嵐、しぐれ、甘霧の単獣人であったという。杉浦大佐指揮下の輸送隊部隊は、ベラ湾を通過して巨来艇の襲撃と夜間爆撃を退け、ウェブスター入り江に入り泊して、揚陸を開始した。警戒隊の甘霧は分離して、周囲を警戒した。輸送隊は、輸送物件全量を揚陸し任務を完了する。任務を終えた。 輸送隊は第938航空隊の水上偵察機が発見した敵艦隊を避けるため再びベラワンを経由しブーゲンビル島東方を経てラバウルに帰島した。アマギリはウェブスター入りでき警戒の後輸送隊の後を追って速力を上げた。8月2日未明、アマギリは米軍の魚雷艇と遭遇し衝突して魚雷艇をまぶたつにしてしまう。 花見艦長は意図的に体当たりを命じたと回想するが、山城司令は花見艦長に回避を命じたが手違いがあり、避けきれずに衝突したと回想する。衝突の際小さな爆発か先行らしいものが上がったが、甘霧は艦首とスクリューを損傷しただけで済んだ。この魚雷艇がジョンカイ・ケネディ中尉が艇長を務める PT-109 であり、 ゲネディ中尉は他の乗員と共に海に放り出された。2名が戦死したものの、残り11名と共に近くの小島に漂着の後、1週間後に救助された。第3艦隊司令官、ウィリアム・ハルゼー大将から表彰された。PT-109 と共に行動していた、魚雷艇は、どこかへ逃げ去ったり切霧の背後から魚雷を発射した、ものの命中しなかった。 この戦闘を含めて、コロンバンガラ島方面の魚雷艇隊の行動は、かんばしくなく、連携して攻撃することもなかった。魚雷艇隊は、大発一隻を撃沈したのみで、駆逐艦の東京急行には通用せず、効果がある妨害にはなっていなかった。そこで、第三水陸両用部隊司令官、セオドアイス・ウィルキンソン少将は、新しい交通遮断の手段として、 駆逐艦軍を投入することになった。しかし、前述のように、第36.1任務軍は戦力が推理し、第36.9任務軍は遠方にいた。そのため、ウィルキンソン少将が交通遮断のために投入できた戦力は、第31.2任務軍の駆逐艦6隻だけだった。第31.2任務軍司令アーレーバーク大佐は、 かねてから駆逐艦だけで効果的に行える戦術を研究し、その参考資料を遥か昔のポエニ戦争に求めていた。特に、シピオアフリケーナスの戦法は、その実施が合理的で簡単で、しかも海軍の使用に適合するものとして、私の関心を引いた。この計画は、次々と奇襲によって敵に攻撃を加えるというところに、その基礎を置いている。これは、 二つの駆逐隊が平行する体型で行進するように配置することによって達成される。一つの駆逐隊は夜暗に乗じて敵に金波様、ま、魚雷発射後に被退する。魚雷が命中し敵が被退する前期駆逐隊に砲撃を開始したならば、第二の駆逐隊は突如として他の方面から攻撃に移る。混乱した敵がこの新たな予期しなかった攻撃に目を向けたとき、 最初の駆逐隊は再び攻撃に転ずる。無論、ソロモン諸島方面は多くの島が第二の駆逐隊に対する敵のレーダーの探知を妨げるのに役立つので、この種の戦法は理想的なものであった。アーレーバーク、C.W. ニミッツ、E.B. ポッター、サネマツユ富永健吾、ニミッツの太平洋海戦士172、173ページ、しかし、 バーク大佐は、この新戦術を引っ下げて出撃する前に、上級指揮官として転出して、第31.2任務軍から離れることになった。後任のフレデリック・ムースブルッカー中佐は、バーク大佐の戦術を忠実に継承して戦場に臨むこととなった。ソロモン諸島の地図。ベラワンは、左側のコロンバンガラ島とベララベラ島の間にある、ニュージージ島の戦いも三ニュージージ島の、 戦況は一進一退の様相を示していたが、アメリカ軍は8月3日にはムンダ飛行場を占領した。これにより、隣接するコロンバンガラ島ビラ、ソロモン諸島にある日本軍飛行場は無力化されることになる。日本軍はビラを中心に約2400名の陸兵を駐屯させていたが、ムンダ飛行場が制圧された現況では、その行く末もかんばしくないことが予期された。 コロンバンガラ島の日本軍第一戦兵力は陸軍1400名、海軍600名に減少し、重火器もなく完全に追い込まれていた。第八方面軍はコロンバンガラ島のさらなる防衛強化のため補充兵、約1200名の増援を決定する。第六師団から六個中隊からなるコロンバンガラ島向けの増援部隊と、残る二個中隊からなる部員向けの残留部隊を、 ラバウルから送ることにした。輸送作戦は8月1日のコロンバン柄輸送作戦とほぼ同じ顔ぶれで実施されることとなったが、修理を必要とする雨切りの代官として、しぐれが警戒隊に回り、代わって輸送隊には、駆逐艦高風が加入した。第3水雷戦隊機関の軽巡川内が、司令官、伊集院松次大佐時期卒の下 部員への輸送作戦に任じることになった。杉浦司令は、コロンバンガラ輸送は敵の予期するところで危険が大きい。ベララベラ島に輸送して、そこからは大発動艇や海上トラックに切り替えるべき、途中まででも川内のような大艦が同行するのは敵の警戒を増やすだけだとして反対したが、上級部隊の意向を受けた第3、水雷戦隊司令部は却下している。 作戦実施に際し、第三水雷戦隊司令部の千人参謀、ニタン三サブロー中佐が、萩風に上艦した。第十二駆逐軍、ダンラップ、クレーブン、モーリー第十五駆逐軍、ラング、ステレット、スタック8月6日0時30分、5隻は、ラバウルを出撃した。偽装航路を取った後、ブーゲンビル島東方を南下した後の午前9時30分、ブ島近海で、 川内と駆逐艦は壊列した。川内は部員へ、コロンバン柄輸送隊は、コロンバン柄島へと向かう。日本側の上空な江えは、天候不良のため、取り止めとなったが、米軍側は、大型爆撃機で、コロンバン柄輸送隊を発見している。遊刻、輸送隊と警戒隊は単獣人を形成した。30ノットの速力をもって、ベラ湾に入る。 単純人の最高尾を航行していた、しぐれは、敵艦隊の出現を予期して、三番艦との距離を千メートルに、開き、砲の照準を五千メートルに、魚雷の振動を二メートルに、射角を二十度に設定した。しぐれの報告によれば、当日の天候は曇り、視界五千から八千メートルで、東方は特に視界不良だったという。一方、第31.2任務軍は、 偵察機からの東京急行出発の方を受け、9時30分に、つらぎ島を出撃する。コロンバンガラ島の南西方から、ベラ湾に入り、探知と発見を避けるために、コロンバンガラ島西部の海岸ギリギリに航行する。やがて第12駆逐軍は北上して、速力を15ノットに落とし、第15駆逐軍は U ターンして、コロンバンガラ島西岸沖で待機した。 ムースブルカー中佐は、ルンガ沖野生やクラワン野戦、魚雷停隊の夜間襲撃における味方の失敗の、わだちを踏まぬよう、わずかな光すら見せることがないように発砲制限を徹底させたほか、魚雷発射管には光よけのカバーを装着させていた。21時33分、ダンラップのレーダーは、コロンバンガラ輸送隊を探知する。3分後、ムースブルカー中佐は、 第12駆逐軍に魚雷発射を命じる。同時に第15駆逐軍に西方への移動を命じ、コロンバン柄輸送隊に対して定時戦法の体制を取らせた。第12駆逐軍は63秒間隔で3、間合計24本の魚雷を発射した後、重かじに振動をとって姿を消した。コロンバン柄輸送隊は310度19回りの方向に、 巡洋艦2隻駆逐艦3隻からなる敵を発見したが、その直後、第12駆逐軍から発射された魚雷が、萩風、嵐、甲風にそれぞれ2本以上命中し、甲風は合沈して、萩風と嵐は、航行不能に陥った。コロンバンガラ輸送隊が雷撃により立ち往生するのを確認した第15駆逐軍は、頭を押さえる形で一斉に訪問を開く。 集中砲火を浴びせかけられた、萩風と、嵐は、間もなく沈没した。日本側三隻が爆発する様子はまるで、仕掛け花火のような相関差であり、また、コロンバンガラ島を隔てたクラーンで行動していた、魚雷店員の階層では、火山の爆発を思わせるようなものであったという。しぐれは、アメリカ側駆逐艦を発見後、重かじに点出して、魚雷を発射したが、 命中した魚雷はなかった。そのしぐれにも、第12駆逐軍が発射した魚雷のうち3本が到達し、2本は艦艇を通過していった。また、魚雷1本が火事に命中して、穴を開けたものの爆発しなかった。魚雷を8本発射したしぐれは、煙幕を展開して、一旦退却した。約30分後、次発装填後に戦場に戻ってきたものの、 状況を極めて不利と判断し、期待した。モースブラッガー中佐指揮下の米駆逐艦3隻は、シグレを追跡したが逃げ切られ、ベラワンに戻ると6隻で45分間にわたり、日本軍生存者の救助を行った。逃げ切ったシグレは、部員輸送を終えた、河内と8月7日午前8時頃合流した後、14時30分にラバウルに帰闘した。アメリカ側は、艦6隻で、 魚雷合計34本を発射し、推定6から8本が命中した。日本側生存者は、萩風と嵐が各70名、甲風約40名、陸兵約120名であった。萩風と嵐の乗員は共に178名が、甲風の乗員は169名が戦死した。輸送隊を指揮した第4駆逐隊司令。 杉浦義美重大佐と萩風駆逐艦長の馬越正弘少佐はベララベラ島へたどり着けたが嵐駆逐艦長の杉岡美幸奈七中佐はベララベラ島へ向かう途中に溺死した。甲風駆逐艦長の柳瀬義雄少佐も戦死した。また、コロンバンガラ輸送隊が乗せていた増援部隊940名のうち820名が戦死して輸送は完全な失敗に終わった。 しぐれは、駆逐艦三隻、魚雷艇、飛行機の包囲攻撃を受けたと報告する。また反撃により、駆逐艦一隻大破を報じ、日本側の大本営発表では、飛行機、魚雷艇と共同する敵水雷戦隊と交戦し、駆逐艦一隻を撃沈。我が方もまた駆逐艦一隻、沈没、一隻大破とする。ただし、第31.2任務分に、 全く被害はなかった。増援部隊壊滅の法を受けた陸軍側はムンダ防衛を事実上放棄してコロンバンガラ島の防衛強化に重点を置くよう命令した。日本側生存者が大発動艇などで部員に到着したのは8月25日であったという第四駆逐隊司令から報告を受けた大本営は連合軍のレーダー活用。 優秀駆逐艦の代わりに輸送作戦に投入する高速輸送艦の開発を認識している。キスカ島撤退作戦を終えて、セット内海に帰島していた島風型駆逐艦島風も、両艦とともに電探射撃の研究実施、磁気作戦に備えた。ベラワン海戦は、戦術的な集中というものは、部隊が分離して行動しても相互に支援する場合には、 これが達成できることを示した適例である。ついにアメリカは、日本の得意とする野戦において、彼らに勝る戦法を編み出したのである。CW ・ニミッツ、e b ポッター、サネマツ・ユズル、富永・健吾、ニミッツの太平洋海戦史174ページちょうど1年前に、起こった1942年8月8日夜から9日、未明に正規した第一次ソロモン海戦以降、 1943年3月5日から6日のビラスタンモア野戦を別にすると日本艦隊に多大な損害を与えながらもアメリカ艦隊もまた少なからぬ損害をこむっていた。クラワン野戦、コロンバンガラ島沖海戦でのエエンスワース少将の戦いぶりは進歩の後を少しは見せていたとはいえ日本海軍の野戦の技術とは未だに隔たりがあると見られていた。 ベラワン野戦の意義はまさに、この太平洋艦隊司令長官チェスターに三つ、元帥の後年の解雇に表されている。二三つ元帥はまた、ベラワンの勝者ムースブルカー中佐とベラワン野戦での戦術を立案したバーク大佐、そしてビラスタンモーア野戦と後のブーゲンビルトを、沖海戦の勝者メリル少将を、今度の戦争の海戦を最も巧みに戦った人たちと評している。 ハルゼー大将も、ベラワンでの勝利を喜び、戦闘の詳細を手記にする手配すら行っている。なお、バーク大佐は、ソロモン諸島の戦いにおける最後の海戦である1943年11月24日から25日に、正規した戦闘ージ岬を機械戦において、自ら考案した戦術を自ら駆使して、再度の干渉劇を収めている。 1970年代までにベララベラ島では、複数の旧日本兵らしき人物が目撃されることとなった。全国ソロモン会は、ベラ湾海戦の生存者が多数、ベララベラ島の東海岸に漂着したとの証言を得たことから、旧日本兵の生存が有望死し,したが、発見されることはなかった。自称は18年7月1日、イタリ賞は18年7月31日、 第3水雷戦隊戦時日誌第3水雷戦隊、司令部、C08030105800、外内容部隊戦闘商法事昭和18年6月30日、イタリー昭和18年8月15日作戦第8、艦隊司令部、C08030023200、RX 方面溶撃作戦に、おける外内容部隊や戦部隊戦闘商法第1号、 第7戦隊司令部、C08030047800、昭和18年6月14日昭和18年11月11日、第二水雷戦隊戦時日誌戦闘商法。レフ、C08030101100、昭和18年4月1日昭和18年11月30日、第11水雷戦隊戦時日誌。レフ、 c 0 8 0 3 0 1 2 6 2 0 0ありがとうございます。